とありそうですけれども、最も強く雨が降る時間帯はですね、大体そうですね、2時ごろまではまだ激しく雨が降ったりやんだりというのが続きそうですので、道路冠水や河川の増水に注意をしてください、はい、もうすでにおそらく冠水しているところがあると思うんですけれども、この後も注意が必要です。でこの後さらに特にあの大阪の北部のあたりですね、このあたりが、気象モデルによるとさらに雨が強まりそうという予想になっていますので、はい、こちらのエリアでは雨の降り方注意をするようにしてください、はい、でさらに兵庫などはまだこの雨雲が北上していきますので、大阪は抜けても兵庫などは朝の4時ごろまで少し強く雨が降るタイミングがありそうです。ですので朝の時間帯まであのこの雨雲がゆっくりと今この辺りにありますけれども、朝はおそらく雨雲がこの辺りまで移動してくる形になりそうですので、はい、ちょっとこの間は、まだ明日の朝4時ごろまでは強く降ったりやんだり雷を伴ったりというのが継続しそうです、はい、ですのでちょっと雨の降り方注意をするようにしてください。夜間の外出できれば控えていただいて、まあ、落雷もかなり伴っているということですので、雷鳴が聞こえてきたら安全な場所に避難するようにしていただければと思います、はい、あとはあのこちら四国もそうですね、四国に関しましても、この後も発達した雨雲が流れ込んでくるという予想になっていて、今高知周辺に発達した雨雲が流れ込んできております。まだあの高面に発達した雨雲が控えているような状況ですので、はい、この雨雲が次々に、北上していくということで、また降ったりやんだり強まったりというのが明日の朝まで続きそうです、はい、ですのでちょっと四国はですねかなり続きやすくて、朝のタイミングもかなり足摺岬で100ミリ近い雨が降ったということもあるので、場所によってはちょっと土砂が弱くなって、まあ、土壌土に含まれている水分量もかなり多くなっていて、はい、まあ、崩れてしまうという、恐れもあるので、ちょっとですねこちらのエリアは注意が必要という形になっていきそうです、はい、ですのでちょっと西日本のエリア、まあ、この後も引き続き雨の降り方がかなり心配となっていきそうですので、まあ、降り方、悪化してこないか、最新の情報を確認するようにしていただければと思います。はい、はい、で西日本はこういった状況なんですけれども、はい、東日本はですねそれほど天気は悪いというわけではない状況ですね、まあ、ちょっと雨雲が東に広がってポツポツパラパラと降っているところもありますけれども、基本的には朝まではこのような形が継続していきまして、はい、北陸は明日の朝強まる恐れはありますけれども、今日の夜間に関してはそれほど強まることはなさそうです、まあ、発達した雨雲というのも西日本に比べるとなくて、赤や黄色の意向というのもないので、まあ、比較的、まあ、さあまあ、ザーザー降るかどうかというところが、まあ、かなと見ていますので、はい、まあ、関東南部この後天気崩れることもないですし、崩れるとなっても明日の日中以降という形になりますので、今夜間に関してはまだ穏やかな天気というところが多くなっていきそうです、はい、それは東北北海道も同じということで、それほど大きく天気が荒れるということはありません、はいはい、ですので今日は西日本のエリア、特に雨の降り方この後も注意を継続していただければと思います。うん、秋雨前線なんですかね、はい、これっていや秋雨前線はですねおそらくこっち側ですね、はい、でこちらはですね、まあ、湿った空気が流れ込んできているような状況で、まあ、あのなんすかね、暖湿の塊というか、まあ、湿った空気の塊が流れ込んできていて、まあ、特に今日はあの西日本かなり雨強く降ったと思うんですけれども、まあ、それは何でかというと、まあ、この、まあ、衛星画像を見た方がいいですね、あの衛星画像を見ていくと、このようになっていて、まあ、日本の南の海上台風が発達しながら北西進しているような状況です、これが台風17号ですね、はい、こういった形で進んでいっている状況で、はい、なんでこっちの方向に進んでいるのかというのは、あのここに高気圧が太平洋高気圧ですね、はい、この時期としては珍しく太平洋高気圧が張り出しているような勢力が強い状況になっているので、この高気圧を避けるようにこの台風が通っているような状況です、はい、で、台風周辺かなり湿った空気で覆われていまして、そういった湿った空気がこの高気圧の縁を通って流れ込んでくるという形になっていて、そうなってくるとやはり西日本の方に流れ込んでくるんですよね、東日本までは達せずにこちらに流れ込んできて、ちょうど今この辺りでポツポツ出てきてますけれども、この辺りでこう発達した雲が広がって雨雲となって北上していくという状況になっています、はい、でこの辺りが前線ですね、
前線の雲で、こちらが今前線の南側で、こう雲がポツポツ出てきているという状況になっていて、この影響を受けていると、また台風の間接的な影響を受けているような形になっているかと思われます。はい、ですのでちょっと明日もですね、こういった状況が続きそうでして、明日になっていくと、今日はですね、天気図には前線がかかれないような、前線自体の活動が弱くなっているという形になってはいるんですけれども、先ほど見たように、前線自体はちょっとまだ上空には残っていて、この辺りですね、雨雲が広がっていたりという状況でしたけれども、明日はもう少し明瞭化すると、はっきりかかれるようになっていきます。活動がさらにまた強くなってくるということで、秋雨前線の影響というのがまた受けてくるという形になっていきそうです。はい、ですので、前線付近では雨の降り方もちろん強まっていきますので、明日は特にこの前線付近ですね、九州北部、山陰、そして、北陸ですね、この辺り雨が特に午前中を中心に降り方が強まりそうです。ちょっと色が悪いのでこっちにしますね。はい、この辺り、そしてプラス、先ほども湿った空気の話をしましたけれども、引き続き九州の南部から四国、そして、紀伊半島の南部の辺りまで、この辺りも、湿った空気が流れ込んでくるので雨の降り方が強まりそうということで、この緑で囲ったエリア、こちらでは特に午前中が雨のピークとなっていきそうです。ですのでちょっと午前中の雨の降り方注意をするようにしてください。はい、じゃあ午後はどうなんだという形ですけれども、午後になっていきますと、だんだんと前線少し北上する傾向になっていきます。分かりにくいですけど、北上することによって、強く雨の降るエリアが海上主体になって、ほとんどこの辺りは雨が降らなくなりそうですが、ただし、湿った空気が流れ込んでくるので、ポツポツパラパラといった雨は降りそうです。で逆にこの辺りですよね、東北南部のあたりにも雨雲が広がってくる形になってくるので、東北南部は朝雨が降っていなくてもやはり午後ほど降りやすい天気になってくるという状況になりそうです。ですのでちょっとですね、明日朝雨が降っていないようなところでも雨が降り出す可能性があるので、広いエリアで雨具は持つようにしてください。で今の気象モデルの状況ですと、雨が逆に降らないというエリアから見ていけば、分かりやすいと思うんですけれども、北海道と青森、こちらは雨の心配はなさそうです。前線からかなり離れているので、この辺りは雨の心配はなくて、傘は持っていかなくても問題なさそうです。あとは前線からちょっと離れている、かなりピンポイントですけれども、長崎と鹿児島、この辺りも、傘はなくても問題なさそうです。あとさらにピンポイントでかなり、予報センター勝負してますけれども、静岡、この辺りもですね、ちょっと風向きなどの影響を受けて雨雲がちょっと流れ込みにくいんじゃないかと見ていて、この辺りは雨が降らないんじゃないかなということで、今のところコメントもしてませんし、雨やこもつけていません。はい、ですので、この北海道、青森、静岡、長崎、鹿児島以外のエリアでは傘が必要という状況になりそうです。ですので、何かしらの雨アイコンがついていると、雨一時曇り、雨のち曇り、曇りのち雨、曇り一時雨、または晴れ一時雨という天気アイコンがついていますので、必ず朝雨が降っていなくても雨具を持つようにしてください。ですので、明日の天気のアイコンの勝負しているところは静岡になってますね。でただし気象モデルまだブレ幅が大きいので、もしかしたら静岡明日の朝になってみると雨アイコンがついているという可能性もありそうです。ですのでちょっとこの秋雨前線の位置によってはかなり雨の降るエリア、雨の降る時間帯、雨の降る強さ変わってきますので、こまめに最新の天気確認するようにしてください。でお出かけされた先でもですね、できればこまめに見るようにしていただければと思うんですけれども、それはなぜかというと、予報センターでは気象モデルであったり皆さんから の報告を常にこう取り入れながら天気アイコンを変えています。ですのでかなり天気アイコン今の最新のものに合わせて変えているので、朝雨が降らないよって言っていても、実はいやだんだんと雨が降るような皆さんからのリポートであったり、あとはモデルの表現などになってくると雨アイコンをつけてしまう可能性があるので、最新のものをできれば細かくこの時期は確認するようにしていただければと思います。はい、というのが、明日の雨の範囲の話です。これはちょっと読みにくいですね。そうですね、正直、
明日はちょっと天気外れやすいんじゃないかなと思います。そうですよね、うん、この前線と湿った空気入ってるパターンの時って本当にどこで降るかって分かんないです。結構もう本当に狭いエリアでざっと降ったりもするし、はい、そうですね、これは皆さん明日はやばいですよ本当に。そうですね、まあ、傘持っていれば全く問題ないと思いますけど、はい、うん、今まさに今例えば近畿降ってるんですけども、うんうんうん、この近畿の雨実は気象モデルで表現してなくてですよね、はい、僕もあれと思ったんですね。どのモデルにも今合ってなくて、うん、まあ、一応ウェザーニュースで使ってる、うん、まあ、別のことはあまり見せれないんですけれども、うん、その独自のモデルでは実は今表現が今合ってるので、うん、それをちょっと今使って今さっき何時までという話をしたんですけれども、ちょっとその見せできるようなモデルでは今のところどれも合っていない状況になっているので、ちょっとですね、もしかしたらモデルも3時間ごとに変わったり6時間ごとに変わっているんですけれども、うん、それもちょっとバラバラなので、ちょっとモデルを使ってお話しすることが今できないんですよね。そうですよね、はい、そこをなんとか見せられないものを見せるのがソライブ。あ、本当ですか。いいんですかね。いや、BS が終わるまで待ちましょう。はい、10月からは攻めていきましょう。10月からは、はい、攻めていきたいと思うんですけれども。ありがとうございます、はい、そして、じゃあ次はこれのまま週間に行くか台風に行くか、はい、どっちの方がまずそうですね、台風から見ていきましょうか。はい、はい、台風、まあ、先ほども衛星画像をお話ししましたけれども、うん、日本の南の海上に渦を巻いている白くまとまった雲の塊、はい、半時計回りにこう渦を巻いてますけれども、うん、こちらが台風の雲になっています。これですね、はい、で、こちらは今北西の方向に進んでいます、うん、北西ですね。で、まあ、雲がだんだんとこの外側の雲が沖縄にかかっているのが分かると思うんですけれども、うん、はい、だんだんとこの台風沖縄付近にかなり近づいてきているという状況になっています。でここからは詳しく見ていきたいと思うんですけれども、台風チャンネル21時現在の最新情報です、はい、もうすでに現在地は沖縄の南の海上になっています、うん、で、まあ、もちろんもう台風の外側の雨雲、まあ、雲が広がってきていますので、まあ、雨がざっと降ってしまうという可能性はもうすでに始まっていて、はい、かつもう波の高さも高いような状況ですので海岸には近づかないようにしてください。で、現在の中心気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速40メートルの、まあ、強い台風ですね、うん、で西北西に時速20キロで進んでいくんですけれども、この辺りの海面水温がかなりですね、高いんですよね。30度ぐらいあるんですよ、はい、海の中なのに、はい、なので、かなりですね気温が高いので、はい、台風としても発達して進んでいきます、はい、ですので明日の朝になると沖縄の南の海上非常に強い台風まで発達していく予想で、はい、もちろん暴風域も伴って進んでくる予想です、この26日21時には石垣島の南の海上270キロメートル、先島諸島にかなり近づいてくる予想になっています。おそらく明日の夜から深夜にかけてが最接近時間帯と見ていますので、先島諸島の方は夜の遅い時間帯ほど危険という形になりそうです、はい、今日もリポートでいただいていますけれども、うんうん、もう航空飛行機であったり船はもう欠航が決まっていますので、うんうん、できればもう夜間は出歩かないというのが一番かと思います、はい、で沖縄本島もですね、まあ、この強風域が一部かかるかもしれませんけれども、まあ、比較的自転車が倒れるぐらいの風、だいたい15メートルから20メートルぐらいの風が吹いたりという可能性だったり、まあ、雨が降ると横殴りの雨になってしまう恐れがあるので、はい、お出かけされる際はできればレインコートなどでお出かけするのが一番かと思いますし、まあ、外出される際は飛来物にも注意するようにしてください、はい、うん、で明日も波が高いので、マリンレジャーは決してしないようにしてください。で、このあと台風はですね、台湾に上陸する予想になっていて、はい、前回台風14号はこの南を通っていたんですけれども、いや、すごかったですね。そうですね、14号の影響を受けてかなり台湾とか中国、河南で、もうかなりの被害が出て、冠水被害であったり、もう土砂が崩れたり非常に大きな被害を受けたんですけれども、今回も、まあ、同じような台湾そして中国かなり進むというルートを通っていくので、この27日から28日にかけて、台湾中国かなりは非常におそらく大きな影響を受けるという形になってくると思います。もちろん交通機関にも影響を受けますし、おそらく災害なども発生すると見ておりますので、
この期間のうちに渡航を予定されている方、はい、お仕事で出張に行かれて、うん、行かれるとか、あとは旅行で遊びに行くという方はできればですね、もう時期をずらすようにしてください、うん、かなり危険ですの で、 そうですね、計画を立て直すというのが一番かと思われます、うん、かなりこの被害が発生しやすいというふうに見ていますので注意が必要です、はいはい、でこの後中国大陸に入っていくと、まあ、陸地を進んでいくので基本的には勢力を弱めて熱帯低気圧になってくるだろうと見ています。で、さらにこの日本から離れた方向に進むので日本に直接的にこの台風がやってくるということは本州付近に入ってくるということはありません。そうなんだ、はい、でただし間接的にもうすでに影響を受けていまして、まあ、湿った空気、この周辺の湿った空気が流れ込みやすいというのは続くので、ちょっとですね、西日本特にですね、雨の降り方強まったりする恐れがあるのでこの先も注意が必要になってくる形になりそうです、はい、これはやっぱり高気圧が太平洋高気圧が今結構発達してるからっていうこと。そうですね、はい、太平洋高気圧がもうこういうふうに張り出しているのでこっちに来れないんですよね。うん、この時期としてはかなり珍しいですね。まあ、いつもですともうまずそもそも秋雨前線がもう南下してきているはずなんですよね。うん、ですけどこれ夏みたいなパターンだよね。そうですね、はい、このコースはね、はい、なので前線自体も降りてこれなくて、まあ、こういう形になっているんですね。でこの高気圧が弱くなってこのさらに南に行くと前線も降りてきてすっきりも秋の空気というか、過ごしやすい体感になったりという形になってくるんですけれども、まあ、そうはなっていないのはこの太平洋高気圧が、まあこの時期としては珍しくしっかりと張り出しているためという形になっています。なるほど、はい、わかりました。はい、さあそれも含めての週間天気なんですが、はい、いや予想しにくいでしょうねこれね。そうですね、週間天気、週間天気はですね、はい、うん、まあ、ちょっとフィードバックもあまり点数が良くない日が続きそうですね。あ、まあ、そうですよね、はい、モデルがここまで外れてたらね難しいです ね、 そうですね、はい、さあそれでは見ていきましょうか、はい、はい、週間天気まずアイコンから見ていきますけれども、はい、アイコンが出てくるかな、うん、はい、こちらちょっと遅い、あ、出てきましたね、はい、この先1週間の天気アイコンを見ていきますと、まあ、しっかり晴れるのは今日まででした今日まででしたというか今日しかありませんでしたもっと早く言って今日まででした、はいはい、で雨が、まあ、このエリア大体ですね、はい、2つに分かれるんですよね、うん、大体ここまでとここまでかな、ここまでと、でこの2つに分かれるんですけれども、はい、この先3日間に関しては、うん、まあ、非常に変わりやすい天気が引き続き続きます。今晴れアイコン結構大きく出してますけれども、うん、なくなる可能性もあるので最新のものを確認するようにしてください、うん、そして29日以降はまたこちらはですね、うん、緑じゃなくて赤の方が雨の降り方ちょっと強まりそうです、うん、台風周辺の湿った空気が流れ込んで前線の活動をまた活発化させる恐れがあります、うん、ですので特に西日本など前線付近では雨の降り方が非常に強まってしまう恐れがあるので今のところ曇り一時雨の天気アイコンですけれども、うん、雨一時曇りという天気アイコンに角度が高くなってくると変えてくる予想になっていますので、うん、ちょっとですね、雨の降り方注意をするようにしてください、うん、ですのでここのあたりはまあ、雨の降り方、うん、注意という形ですね、いう形でこちらはまあ変わりやすいという天気になっていきやすいですね、うん、というところがポイントです、はい、でただしですね一部天気がいいところもあるんですね。それは北海道、まあ、北海道は前線からかなり離れているので北海道は比較的25、26、27晴れる予想になっています。ただし28日だけ雨になっていて、うん、はい、北海道の後でまた天気図でお話ししますけれども、うん、前線が通過するので雨になっていくんですけれども、その後すっきり回復しません、うん、この時期独特ですけれどももうすでに寒気が流れ込んでくる予想になっていて、やはりあまりまたすっきりしない天気になっていきそうですね。この辺りは寒気の影響を受けて雲が広がりやすく、うん、まあ、日差しが届くんですけれどもあんまりしっかりとは届かないかなというところですね、うん、まあ、秋のような形ですけれども、
こういったところがポイントですし、まあ、気温を見ていくとやはりそのさっきのラインを引いたところを残せばよかったなと思ったんですけれども、北海道は一旦寒気が入ってくると気温がぐっと下がります。ですので雨が降った後ですね、寒気が流れ込んでくると気温がぐっと下がるというところ、はい、その他のエリアはまた蒸し暑い体感が続きそうです。そうなんだ。昨日は涼しかったんですけれども明日からまた25度以上の気温が続いたり30度近くまで気温が上がったりと。30度っていうのが結構目立ちますね。そうですね、かなり、まあ、今日も結構気温高かったんですけれども、うんうんうん、今日はまだ晴れていたので、うん、まあ、過ごしやすいなというか、カラッとしたり、まあ、ちょっとムシッとしてるけどまだいいかなという感じでしたけれども、雨ですからね、ちょっと不快感があるというか、ムシッとしたジメッとした体感というのがちょっと嫌だなというところかと思いますね。なんか梅雨みたい。そうですね、どっかでこれあったなみたいなですね。そういえば何ヶ月か前かこんな天気だったかなというところがあるかと思いますけれども、そうですね、カビとかももしかしたらあるかもしれないですね。 あとなんかすごいキノコが今発生していると、毒キノコが発生しているらしいので注意するようにしてください。なんかはい、モバイルのウェザーニュースタッチの、ね、トピックスにもありました。はい、毒キノコ注意、はい、あとなんかそうですね、毒を持ってる蜘蛛も発生してるらしいので、はい、ちょっと注意した方が良さそうですね。これはちょっと怖いですね。はい、ですのでちょっと、まあ、もちろん気温などによる体感の変化であったりというところも注意ですし、うん、そうなんですよね、セアカゴケグモ、幕張の公園で発見されたらしくてですね、マジですか。本当です、本当です。はい、それポケモン GO の話じゃなくて幕張の公園、あ、はい、そっちじゃない、はい、なのでちょっとですね、いつもあまり発生しない生物なども発生するような、はい、そういったなんか変わったような天気に今なっているので、とですね、注意するようにしてください。わかりました、はい、で天気図を見ていきますと、うん、まあ、先ほどのお話通りですね、はい、26日以降はもう前線の影響で雨が降りやすいと。そして28日になると、この低気圧から伸びる寒冷前線が北海道を通過するので、うん、一旦雨になっていきます。北海道もただし北海道はこの後に米に寒気が流れ込んでくるので、はい、雲が広がりやすく日差しが届いてもちょっとあんまりすっきりは回復しないという状況が続きそうです。で29日もしかしたら大雪山で冠雪するかなと見ていたんですけれども、うん、予想以上に寒気がちょっと弱くなったり降水がなくなったりということで、うん、トーンが下がってます、うんうんうん、なので北海道雪降るのもうちょっと後になるのかなということで、ちょっと予想というか、まあ、平年と比べるとかなり遅い感じになっているのがちょっと気になりますね。すでに昨日皆さんからの報告でいただいていましたけれども、富士山の初冠雪、リポートでたくさん届いていたんですけれども、今日気象庁からの発表はありませんでした。なかったんだ。はい、甲府の観測場からは見えないと。見えない、はい、あんなに見えてたのね。あんなに写真いっぱい届いてたのね。はい、反対側は見えないということで、今日は発表にはなってません。そうなんだ。はい、もういっぱい来てたよ、ね、リポートも来てたし、ね、ツイッターでもいっぱい上がってたよ。はい、そうなんですよ。今日ですね、予報センターでもですね、うん、初冠雪喋るように設定してるんですよ、リポートが来たら。あ、なるほど、はい、ずっと初冠雪ってさっきまで喋ってました。そうだよね、おしゃべりくんね。おしゃべりくん、しゃべるよね、あの子ね。なので結構すごい量が来てましたし、今日はですね、なんと初冠雪プラス笠雲っていうですね、なんか珍しいこの組み合わせのリポートもたくさん来ていたので。なるほどね、その雲で見えなかったのかな。あ、でもどうなんですかね。でも某自治体さんは、はい、もう初冠雪だって発表したらしいですよ。某あ、まあ、ちょっと BS があるから言えないね。そんなわけないけど、はい、そこ関係ない、はいはい、そうですか、はい、わかりました、まあ、この1週間も変わりやすい天気あり、そして雨が強くなる週後半、はい、そしてその週後半もまた難しいんでしょ。そうなんですよね、はい、台風17号のがこうなんか季節風に乗って、そうですね、残骸というか来るみたいな感じになるんですか。
そうですね、なるかもしれないですね。かもしれない。そして前線の位置でも、ね、はい、あまり言えないこともあるんですけれども、はい、ちょっとですね、まだありそうなんですよね。何がありそう、まだありそう、まだありそうなんですよ。なるほど、ヒント、ヒント、うん、台風それ答えそれヒントじゃねえし。ああ、そう、そうなんですよね。ああ、そうなんだ、はい、まあ、まだなるか分かんないですよ。そうですよね、はいはい、ちょっとなんかそういった感じのなんかふんわりした感じのものがちょっとまだまだ来そうですので。あ、まだまだですね、はい、そうですね、ちょっとまだまだ、はい、あのもう終わりというわけではなさそうですので。そうですね、まあ確かにね、うちが台風になりますとか言えないですからね。そうですね、はい、はい、まあ、ヒントということでヒントえらい今チャットが荒れましたねヒントじゃないそうですね、はい、はい、なるほどね、わかりました、はい、じゃあその後もちょっと注意しておきましょう。はい、うん、さあということで、天気を山下さんにお伝えいただきましたけれども、はい、ここからは、ハワイの天気ハワイの天気、はい、ハワイの天気はいかがでしたかっていう。ハワイの天気はですね、うんうん、悪かったんですよついてね、ついてね。まあそうですね、はい、私今までで一番悪かったかと思います。そんなに、はい、そんなにハワイ行ってるのそんなにハワイに行ってるんですか。5回目。そんなにすげえな、はい、なんですけれども、はい、まあ、天気アイコンで表すと晴れちび雨ですかね。晴れちび雨、朝と夜が降りやすかったり、はい、あとあの地区によって全然降らないというところがあるんですね。 あと山沿いは結構ずっと雨が降っていたりと、はい、あの雨の降らない地域を粉地区って言うんですけれども、あの粉コーヒーの粉ですね。あのかなりその辺りはもう全然降らないんですよ。うん、すごい天気がいいんですけれども、うん、そこは降らないんですけども、山沿いは結構降ると、うん、あの湿った空気、あの東風がすごく入るような、はい、あの地形になっているので、うん、地形性上昇っていって山にぶつかって上昇気流に乗って雨雲が発生するというのが、かなり多くて雨が結構降りやすいという状況になっていました。はい、結構は波も荒くてですね、あの初日船に乗ったんですけども、はい、もう酔ってしまってああ、はい、あの自家用いえそんなないです。ああ違うんだ、はい、違う、はい、びっくりした私そんなに船強いんですけれども、はい、あのもともと高知県民なんで、あの船に乗ることは結構あったんですけども、なんかこんなに酔うと思わなかったですね。そんなに、はい、あ大変でしたね。それは何ですか、大きい船ですか、手軽な。しらせの半分ぐらいです。あそれなりにいいですね、はい、うん、そうなんですよね。ぜひ、まあ、ただし今結構ハワイ島じゃないですよね。あそうですよ、ハワイ島ではないです、オアフ島ですね、うん、はい、あの物価が結構高いので今、おあんまり今行くのはあまり良くないのかなというところですかね。そうなんですか。あの一昨年ぐらいからかなり物価が上がっていて、ハワイの、ハワイですね、あの家賃とかも結構かなり高くなってるらしいんですよね。別荘、いえいえ買えないです、買えないです。あびっくりした、はい、なんか山下さんがだんだんあのそういう人に見えてきましたいえいえ、なんかちょっとあれ、もしかしてお金持ってる人かな。いえ全然持ってないですあのそんなに高くないですから、ハワイ行くの。え、そうなんですか。はい、全然高くないですよ。あの、まあ時期がありますよね。そうですね、うん、あの時期があって、特に一番高いのは10月の第1週から2週にかけてが一番高いのかな。あとはお正月か。そう、お正月が一番高くて、ね、はい、年末年始が高くて、その次に10月の第1週第2週が、あのホノルルマラソンが11月だったかな、ちょっとごめんなさい、あの調べていただければと思うんですけど、ホノルルマラソンがあると時間、あの時期はかなり高いんですよね。あ、なのでそれを12月か、はい、あのちょっとごめんなさい、あの
その時期を避ければそんなに高くないですね。12月ですって来てごめんなさい、12月ですね。はい、なので全然、うん、はい、そんなに高くはないと思いますよ。ぜひ行ってみてください。わかりました。そんなにホイホイ行けるところではないですけど。ちょっとお言葉ですが、距離が遠いですもんね。まあ距離も含めてですね。本当ですか。はい、もう山下と今松行はセレブくくりになりました。いい属性的にはセレブ属性。お土産、あ、お土産食べました。僕は食べてないですけど。あれ、そうなんですか。昨日皆さんにお土産を。皆さんに、はい、あの写真は見ましたよ。あ、本当ですか。キャスターと一緒にお土産持ってきましたって写真は、はいはい、スタッフの皆さんへって書いてる。あ、もうなくなっちゃったんですかね。じゃあどうなんでしょうかね。それか、はい、ジェラシーで捨てられたかどっちかです。いいやつなのに、あいつみたいな。いいやつなのに休んでたのかって言ってね。ああ、多分みんなで美味しくいただ、美味しく食べ物ですか。食べ物です。ああ、美味しくいただいたと思います。はい。はい、そうか。さっきコメントで、はい、マカダミア野獣っていうのが来てます。ちょっと面白いなと思ってメモしておいたんですけど。いやいやいや、そんな、そんな、はい。書かれてるし。マカダミアヤジ。マカデミアなんですか。マカダミアなんですか。はあ、マカデミアですかね。どっちなんですかね。まあ、多分現地の発音はどっちも違うような気がしますけどね。そうですね、はい、いや、メモしちゃダメですよ皆さん。マカジュみたいな、なんかちょっと違う意味になっちゃう。新しいネット用語みたいになってるじゃないですか。マカジュ、はい、はい、ということで、はい、山下さんに最終天気、はい、お伝えするところは以上ですかね。はい、そうですね、はい、はい、若干焼けました。焼けたんですよね。あ、やっぱり、はい、でも私プールも海も行ってないんですよ。何しに行ったの。ハワイに。いや、交渉、商談。ちょっとゆっくりしただけです。ゆっくり家でもできるでしょうが。別に家族とゆっくりした。あ、なるほど、はい、そうかそうか、貴族の方々と一緒に。全然そんなことはないです、はい、そうですか、はい、家族思いの山下さんということでね。はい、もうみんなを連れて行ったんですか、山下さん。いや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 。連れて行ってもらった方ですか。いやいや、じゃあみんな各自で。各自で、はい、ぜひ今度その写真をね、家族写真を見せていただければ。家族写真、家族でやっぱ撮ったでしょ。あ、それが家族で撮ってないんですよ。そうなんですか。はい、家族で撮ってなくて。ハワイっぽい写真を。気づいたら撮ってなかったことに今気づいてですね。本当ですか。そうなんですよね。じゃあ次行ったら撮ってください。はい、カメハメハの大王の隣かなんかでね。はい、ハワイっぽいやつお願いします。ね、本当は持ってるんでしょ。いいえ、乗ってないんですよ。あ、そうですか、はい、分かりました、はい、さあ、ということで、はい、山下さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、最新天気お伝えしてきました。うん、また今週1週間ちょっと天気の悪い、ね、週になりそうです。うん、困ったもんですね。困ったもんです、まあ、ちゃんと備えをしておくということですね、はい、雨の備えしていきましょう、うん、
さあということで、時間が0時を過ぎました。この後何でしたっけ、なんかあの手拍子したい行って多分10分ぐらいから再開となりそうです。お願いします。どっから始まるんだろうな。スッスッってね準備してるの。あ、来た。あ、これあ、来た ということで、これが手拍子隊、初めて聞きました、面白いなと思ったのは、こういうの始めるのはニコ生のコメントが多いじゃないですか。でその同じそのパパッパって書いてるやつが他の媒体にも出てるっていうのは、これコピペしたの？どっかのやつをコピペしてやったの。これ打てないもんね。だって、なんかコピペしてどっかに置いてあるのデスクトップか何かに、あ、辞書登録するんですって。何で変換して出てくるの何で辞書登録。パパパ、パパパパパパが多いかな。パパパパスってやつも入ってるんだスってやつとパパってやつ。なるほど、勉強になりました。ありがとうございます。さあそれではここからは
続いてのコーナー参りたいと思います。続いては今週の空ボタンです。はい、今の天気を教えてください。今週のじゃないです、この時間の空ボタンです。はい。間違えた。はい、いつも忘れちゃうんです、この空ボタンね。はい。今の皆さんの天気は雨、晴れ、曇り、どちらでしょうか。どうでしょう、先ほどは曇りのエリアが多かったですけどね。はい、神戸市、そこそこの強さの雨、うん、さあじゃあ見ていきましょうか。集計します。5秒前です。4、3、2、1、終了です。ピン。それではご覧ください、どうぞ。うん、おー、曇りがちょっと表を伸ばしたような気もします。それではマップで確認します。お、雨のエリアがちょっと広がったかな。うん、ということで、はい、皆さんご参加ありがとうございます。明日にかけても、まあ、前線を北上するということで、その雨の今強い雨が降っているエリアはだんだん北に移動していくということなんですけれども、どん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 台風からですね、その湿った空気っていうのは入ってきますので、どこいつどこでこう降るのかっていうのはなかなか予想しにくい天気になりそうです。はい、さあということで続いてのコーナーは今週のお休みキャッチです。はい、ということで今週のお休みキャッチは5本あります。5本続けてご覧いただきましょうか。はい、それでは準備が OK なようなのでいきましょう、どうぞ。今日歯磨き粉何にしますか。歯磨き粉何にしますか。いきなりお休みキャッチ。お休みに添えるキャッチをご紹介したいと思います。今日の歯磨き粉はぶどう味ですかね。ぶどうのリポートありましたね。チャットに一つも出てなかったのをチョイスしてしまった。うん、鉄板だね。よし、今日は強風体験を紹介していきました。危ない危ない、風が強い。おやすみ。あれ、なんか飛んでね、髪の毛。おやすみキャッチです。お休みに添える夜のキャッチをご紹介します。今日は宇野沢さんをこうストッキングで固定したり、あとは現在についてみんなと一緒に振り返っていきました。え、あ、何？でも忘れてた。今日は22日、にゃんにゃんの日でした。つけなきゃつけなきゃ、忘れてた忘れてた。こっちだ、こうだこうだ、よいしょ、これもつけなきゃ、よいしょよいしょ。みんなは猫の日楽しめましたか。ということで持ちにくい。はい、みんなおやすみにゃん。おやすみキャッチ。おやすみにされる夜のキャッチをご紹介していきます。今日の日替わりコーナーは星がテーマということで、10月9日の、ソラフェスについて、今日は池川さんにお話を聞いていきましたということで、私も参加させていただきます。ソラフェスにおいでやす、ぜひ遊びに来てください。村田さん、ファッションショーの審査員一緒に頑張りましょうね。頑張りますよ。おやすみなさい。それでは最後はこのコーナー、おやすみキャッチ。おやすみに添える夜のキャッチをご紹介していきます。いや、ここ最近すっきりしない空が続いていまして、今日は東日本はですね、今日も雲が広がっていたところが非常に多くなりました。ということで太陽くん、明日はちゃんと仕事してね。
ということで、おやすみなさい。明日は洗濯したいよ。おやすみなさい。ミソリ夜のキャッチをご紹介していきます。今日はですね、初めてのウェザーリポートみんなでチャレンジ、この1週間でしていきましょうということで、ウェザーリポートの本文の中にハッシュ始めまして、これを入れてリポートを送ってくださった皆さん、みんなのリポート紹介していきますので、これを機に始めてみませんか。初めてじゃない方もハッシュ始めましてつけてリポートを送ってください。私も送ります。それではおやすみなさい。それじゃ意味なくね。はじめ、あれ、はじめての方用じゃないの。あ、それでか、さっきリポートがなんかたくさんハッシュついて届き始めたにもかかわらず、あれ、なんか名前見たことあるような人ばっかりだなって思ってたの、そういうことか。なるほどね。はい、ということで、ハッシュ始めましてつけてリポートを送っていただければと思います。本当かどうかっていうのはこちらで判断します。はい、さあ、まあリポートは明るくなってからの方がね楽しいと思いますので、また明日の朝お待ちしておりますね。はい、いやー、野沢さんをストッキングで固定したっていうのはね、ちょっとびっくりしましたね。一瞬スルーしそうになったんですけど、なんか脳に止まったんですよね。いやー、びっくりしたね、こんなことになってたのか。はい、ということで、今週のおやすみキャッチ、もう本当にみんな覚悟が、ね、できてる方たちでしたね。おやすみなさい。さあ、ということで続いてはこちらのコーナーです。ストライブ24名場面、名場面ということで、今週はですね8本、ここから本編始まりますよということで、今週は8本のノミネート作品が届いております。皆さんからのリクエストで成り立っているこのドライブ24名場面、名場面です。名場面あとドライブ24の方にメールを、どの番組で誰がこんなことをしてましたよっていうのを、できれば時間をつけて送っていただけるとスタッフが大変助かります。はい。楽しみだって、そんなに楽しみにされてるんですね、名場面名場面を。はい、リクエストで送りしております。そうですね、皆さんからの通報でこの番組をお送りしております。さあでは、ね、今週はどんな事件があったのか見ていきたいと思います。まず1本目参ります。1本目は21日水曜日のモーニングから届いております。なるほど、それではご覧ください。どうぞ。いっぱいコメント来て嬉しいですね。はい、嬉しいですね。あと関西コンビって来てますけど、そうだよね、関西だよね。関西ですね。そう、あの関西弁で話したいなってずっと思ってたんだよね。じゃあ、はい、関西弁でクロストークできるかな。クロストークしますか。あれ、敬語だと関西弁が敬語難しいよね。敬語やと関西弁が難しいんですよ。そうやんな。あれ、藤岡本当に関西人か。あれ、怪しい。普段は関西弁のはずなのに、普段は全然か、ね、関西弁なはずやのに、スタジオになると、なんか標準語がスタンダードと言いますかね、そう、関西弁がぎこちなくなってきますね。ぎこちないよな。ぎこちなくなってきますよね。ほんまそうやで。ありがとうございます。ネタみたいな。ちょっと関西みたいになっちゃった。疑惑が出ましたね。藤岡さん、あの人は関西じゃないね。ここに木田さんが入ったらね、木田さんもこってこてですからね、あの人ね。もう本当に
今ねもう地上波で頑張ってらっしゃいますけどねはい、ということでなおちゃんはね、この間までね向こうにいましたからね、まだまだ天然の香りがしますね、はい、ということで藤岡の探り探りの顔がちょっと面白いですそやなあっていうちょっと面白かったです。さあそれでは続いてまいりましょう。21日水曜日サンシャインから届いております。それではご覧ください、どうぞ。次はそばの花ですね、満開ということで今ちょうど見頃みたいですね。9月の中旬から下旬あたり、うん、すごいです。そばのお花畑ですかね。いや綺麗ですね、なんとも癒されますけれども、新そば、私もうどんかそばって言ったらそばの方が好きです。はい、もうどっちかを選べって言われると絶対にいつもそばを選べます。なんでですかね、あの細さと細さもそうなんですけどちょっと固めがいいですね、そばも、うん、あやっぱり関東だな、とろろそばが好きですこの人関東出身だピンポイントですけどとろろそばが、まあ、そば屋さんに行っても何種類あっても結局とろろそばに行きますね。結局とろろがいいんですよ。かちょっと違いますよ、そんなことないですよ。え関東が、え関西でもそば食べますよね大阪人は聞いたことないな。あそうですか。いやうどんも嫌いじゃないですよ、好きですよもちろん。うどんもあの芯があるぐらい硬いうどんが好きなんですけど、ちょっと待って、いや捨てないですよ大阪。えうどん好きです今更だよ否定しておくと、あのうどんが好きですいやさっきそばが好きって言ってたじゃんさっきね。どっちかって言ったらもうそば選んじゃうんですよねって言ってたよ標準語でああの人の実家は東京だと思います。はいね、八王子あたりだと思いますなんか2本連続できましたね、疑惑の天使、うん、出身地詐称ですね、はい、さあそれでは続いてまいりましょう。22日木曜日コーヒータイムより届いております。それではご覧ください、どうぞ。キーワードは何だ、リポートトレンド1、2、3ちょっとねちょっといいですかさっきから見えないところでやろうとしてたんですけど、なんかねここ何か誰かこぼしたかなすごいなんかちょっとこうファッて触るたびにすごいねベタベタするんですよね何誰何だろうか、犯人は2人ですか、どっちか、昨日のナイトのカンタロウさんか、そうですね昨日私の時は大丈夫だったのでナイトのカンタロウさんかモーニングのナナちゃんかサンシャインの赤ね何が起きたんでしょうか。大丈夫です、もう快適です。すいませんちょっとねこんなの番組で言ってもしょうがないと思ってずっと耐えてたんですけど、ちょっともう手が限界でカンタロウさんかな。はいでは行きましょう。ということで今日の天気のポイントを確認していきましたベタベタの犯人が分かりました、これだ、何ビニールテープの粘着が、カンタロウさんごめんなさい誰も悪くなかった何あのテープ、はい、あのテープ何、そもそも何だろう、あ
すごいなんかテーブルを拭いた跡がありますね、ここにも。あ、熱で溶けた。そうですよね、これは暖かくなりますもんね。いや、そもそもなんであのテープが貼ってあったのかよく分かりませんけどね。はい、まあ、多分カンタロウが貼ったってことでしたね。結局、はい、ね、ね、細かい部分の誤解はあったかもしれないですけど、そもそもカンタロウが貼ったっていうことだと思います。はい、さあ、カンタロウはね、今なんかお尻が痛くて大変みたいなんですけど、ここだけの話ですよ、本当に。さっきもちょっと報告を受けてたんですけど、僕は座ってたんですけど、カンタロウがずっと立ってました。座れないですよつって、もう普通に歩けないんですって、うん。ね、もうなんかなんつうか、その皮膚が炎症しちゃってるのって粉瘤って言ってた。そう、だからね、もう綺麗にしなさいって言ってきました。ね、綺麗にしてないからそうなんだよ。はい。さあ、ね、そんな簡単なんですけれども、頑張ってほしいですね。続いて、そんな勘太郎さんを直してくれそうなメンバーが届きましたよ。24日土曜日のサンシャインから届いております。それでは行きましょう、どうぞ。こちらのコーナーに参りましょう。気分すっきりサンシャインクリニック。久々、もうタイトルが久々に見ました。当院では皆さんのお悩みを聞いて気分をすっきりしてもらうコーナーです。ここ最近のお悩みリポートを紹介していきます。サンシャインクリニックはこのスタイルです。今日はメガネをします。視力は 1.5 です。ラランです。伊達メガネです。あら、羨ましい。では参りましょう。ではお悩みのリポート見ていきます。次の方どうぞ。千葉県流山市 MPBP さん。どんより曇り空です。体感は肌寒いです。風邪なのか寒暖差アレルギーなのかわからないですけど、鼻がぐちゃぐちゃですね。気温差が7度以上、こう気温差がこうあると結構この寒暖差アレルギーというのが発生しやすいとも言われているんですけどもね。こちらの寒暖差アレルギーをこ うまく予防するためにですね、うん、今日はこちらのすっきりお薬用意しました。今日は生姜とニンニクです。効きそうですね。生姜とニンニクなど血行を良くするものを食べていただきたいなということで、今日はこちらを処方していきます。ではいきますよ。腕を出してください。はい、準備はよろしいですか。せーの、生姜とニンニクパワー、よいしょ。はい、すっきり。はい、ということでね、あんな病院があったらもう通っちゃいそうですけどね。はい。さあ、すっきりしたところで、ね、続いて参りましょうか。続いては24日土曜日コーヒータイムから届いております。それでは見ていきましょう、どうぞ。日の出、うわ難しいな。でもな、上と下で分かれない気がするんですよね。統一されてる気がする。あ、でも A なのかな。あ、それにくい。出てきた、入った、うーん、わからない。もう立ってますね。
知ってるから書かない、外れた。 ABC で 4分の1ですよね。あびっくりした、強制終了だびっくりした、大きい声出ちゃいましたダメ、もう考えちゃうはあ、これはなるほど、今のタイミングか、今のタイミングの表情ってことだったんだね。これも僕の好物いただきましたね、ありがとうございます。